私とあんたです。こんにちは。こんにちは。もうな。お腹いっぱいやで。食べ過ぎた。いい感じの。焼き鳥やね。今日はね。まあまあ、しばらくでいいかな。行こうか。はい。行ってください。で、ここな、この間、要するにロケット団壊滅させたから、壊滅っていうか、まあ、追い払ったから、今日はここのジムがあったはずやから、確か上にあったよ。上にある、あ、じゃあこっちない。いいよ。いやいや、もう階段、話して。いや、いや、親父が座ってて、急にドン引きしてしもうた、なんか。ハゲに厳しすぎる。でもね、伝統的なハゲやから。伝統的とかあるの？伝統的なハゲ、親父。これは後頭部だけど。本当にね。伝統的とかあるの？お手紙ありがとう。早くあなたに。え？あなたって誰？いやー！手紙書いてんだからみんな。これ手紙なの？そんな誰かが書いてる手紙なんかな。手書きや。すごく強い技ってパワーポイント少ないけど、これで増やせばいいのね。何この手紙みたいね。全然言われても。笑いが全部ポケモンやろ。言われても何の変哲もない手紙や。お友達もあんまりおりませんの。みたいな。みたいな感じやろ。またなんか変な。メガネの男がいる。これ何やこの。未来のチャンピオン。夏目のポケモンは、超能力を使って、お前のポケモンを惑わすぜ。特に格闘ポケモンは相性が悪い。パワーを発揮する前に、餌食になっちまうからな。これ多分、ぐるぐるになってる、これに乗るとまだワープするのじゃん。言うてんの？何を言うてんの？これだ。何言うてんのこれ。ああ！やめて！行きたくない！娘さんは若くしてこのポケモンジムを仕切る実力者。簡単には合わせないし。あ、そうなの。娘さんがね、夏目っちゅったらあれやで。そうだよ。夏目漱石は大好きなんやけど、当時食べた。あのさんがほら、これほら、尻尾に噛みついてるやんか、貝殻が。え、何このいやらしいことしてんの？これがなんか進化のあれ。噛みつかれてるのに無駄そうに噛みつく。そんな拷問あんの？拷問ね。まあお尻に噛みつかれて進化してるから、この人的にはそれがまあそういう性的な。あ、噛みつかれたい人。お尻に噛みつかれたい人。友達の彼が行ってた店と一緒になった。知らんわ、そうだ。そんな制限。お尻に噛みつかれた人いる。おじさんが。SMバーか。あ、そうそうそう、それで。だからこう、牢屋の中に入って、もっと分かるようにして、全然違う人にして。あ、キャラクターが。全然違う感じの色にしとる。9ブロックある。3×3 の部屋があって、ああ、そういうことね。そう。あれ、なんか着てるように見える。部屋がさ、これ何？裸だ、これ。裸や。あ、これ裸だ。ポケモンは服を着てない。全員裸だ。全なる、全員。あれ、だから、毛が生えてる。ああいう形。動物やから。動物やから。な？そうや、動物は不自然。全員不自然。犬とかでしょ。あ、そうそうそう。私は昔って中高時代なんかでさ、実家で犬飼ってた。私、室内犬を飼ってるわけ。とにかくもろ出しにしてるわけ。いや、犬は。オス犬。毛を買ってるからよ。じゃないんです。違うんだよ。クリクリの毛を買ってるから。違うんだって、だから。もろ出しっていう、もろ出しとか違うわけ。キトウシのホタルが勝負したから。この目をひんむいた感じがちょっと気持ち悪い。キトウシなんかな、バイトで全員。バイトでした、学生の時にバイトで、キトウシっていうか何やろ。年末年始が忙しいって言ってた。年末年始が。でも、バイトとはいえな。驚愕の訓練があるんだって。ああ、それはミスったらあかんわ。そうそうそう。で、バイトやけど、びっくりするぐらいやらされんねんって言って、あんなのだって、そんな、ミスが許される。そうやろ、ミスったら速攻、速攻クビやね。そうそうそう、許されへんから。ああ、頼んでる人はね、自分の目の前で、まあ、はっきり言ったらね、ミスったかどうかもこっちは分からへんけどな。多分どっかミスっても、そのままやれって言われてるやつですね。夏美に会おうとしているな。そうだろう。あかんのか。分かってるな。そらだって、夏美に会う人しか来へんからな。でも、ほら、貝殻に目がついてるやろ。この貝殻はポケモンちゃん。なんか知らんけど、2匹が1匹みたいな感じ。うん、最初考えた人、貝殻が噛みついてるっていうのを、考えておじさんっていう、絶対言ってんねん、なんか。基本おじさんや。どっかに行って。ここはね、私が思うんだけど、やっぱり女性なんや。貝って言ったら、基本的に、女の人の象徴やと思ってる。ああ。まあ、いろいろあるな。食事に行ったとしても、まあ、ムール貝です。で出してきた瞬間にも、やばい食べ物が来たなって。なんでやねん。勘繰りすぎやろ。そうなんだ。じゃあね、まじまじと眺めてごらんよ。うわーって思うやん。わしそれやったら、アワビの方が卑猥やな。ああ、そう、なんかそういう感じの、結局、貝っていうもの自体が、女の人の感じやなって私はずっと思ってて、今も私、その、今さっきあれに、貝が噛みついてるって段階で、おっさんらが、でもこれを貝に噛みついて、絶対見たらいいやろぐらいの勢いで、私もこの認定と言って、いいんですか、こんなの貝なんか噛みつかせてって言うよ、そんな会議で。いや、いいんだよ、そんなの。そんなのいいんだよとか言って言われて、あ、そうなんですかとか言うけど。伝わりにくいどしもネタを言ってるんだよね、今。そう。そういうことやろ。貝に尻尾を噛まれてる。うん。で、尻尾って多分尻尾じゃないんだよ。なんやねん。ほんと尻尾。言ったらあかんねん。でもそれをきっとそういうこと、そういうつもりで、多分やってんだな、このおじさんたち企画は。ああ。どしもネタやろ、それ。だからもうね、下ネタの限界を超えてる。超えてるやん。いわゆるあれやろ、ちょっと違う描写をしてるだけやん。そんな感じの内容じゃないかなって今。違うかな。いやいや、いいね。まあ、僕が、君のそのトーク力たるは相当なものやと思ってるから。いや、違う。でもさ、そうや。どこでそれを知ってることが分からへんぐらいやから。あ、違う、じゃあ校長や。校長が、あ、違う、間違えた。校長も大丈夫で、教頭も大丈夫で、学年主任、嫌なやつが。一番めんどくさいですね。それが、私、なんとか、何言ったかって言ったら、ひどい先生やな。それで、なんかやってると思ってんけど、仕返ししてるとか思ったけど、セクハラされましたとか言うから、もう、一個。多分ね、他の子が多分知り合ったと思う。私がやる前に、再生してんだよ、このおっさん。ちょっとこのおっさん、まあ。やっ肩が、眠らそうな。やらなあかんね。眠りもない。これ、やってしまわなあかん。おっさんの通り。塗ってる間に、お財布からお金を抜き取って。そう。ド犯罪やし。ド犯罪やけど、行くで。早く行ってそのテンションやべえ言うて前からそうやけどうちみたいになんか下ネタが多い実況者ってねそんなにいるか分からへんけど下ネタ多いやんか下ネタあ、ほら、ゴールドバッチや下ネタちゃうんで全然大体君足が綺麗やから就職できたよ失礼やな一番足の綺麗な人でしたって言われて。で、じゃあ最初は、ちゃんとほら、試験があるやん。ちゃんと本当に筆記試験がちゃんとあって、で、それでわーってやって。君の業界はまあでもそういうとこあるやんか。僕もほら、それ以外で仕事ではないけど、ほら、富士の女子アナとかは、機会があるやん。そうやろ。そう考えると、君の業界って、あんまり言いたくないけど、まあ言うたらそうやん。そんな感じやし。僕も上がんなと思ってんねんけど、君の話がついつい楽しくてな、こうやって盛り上げてしまうけど、言うたらあかんことを結構言うてる可能性がある。そうだ一回また聞き直すけど、まあまあええかってなったらええけど。こういう名詞も出てないです。そうやな。全然大丈夫。もう一回聞き直してな。あかんこと思ったらいいね。大丈夫。いいかもうなんかもうトークだけでももう結構来てるから。こんなうろうろしてうろうろしてる。ええか？で次だからあれや。君覚えてんのだけど、ポケモンの笛っていうのをもらったから。ずっと前に。ずっと前でもないけど。あ、そうなんです。それ使ってまだいけるとこ増えてるから、それに向けて次は。いいかな？一回休憩するで。この後受けます。はい。じゃあお疲れ様でした。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。いつもいつでもうまくいくなんて保証。